はい、どうも、こんにちは。今回またヘビー、あ、今回またね、じゃないわ。今回からね、ヘビーレイン、心のきしむだっけ？ あんま感じ強くないんだけど、心のきしむ時かな。やっていこうかなと思うわ。とりあえずじゃあまだ、なんもねえから、字幕一応つけた方がいいかな。折り紙がうっすら見えるまでレベルを調整してください。ああ、見えます見えます。うっすら見えますね。これぐらいか？結構傷ついてんな、こうやって見ると。ゲームはしょっちゅうプレイする。コントローラーの操作には慣れている。ゲームはよく、コントローラー操作にも慣れている。は？ああ、しょっちゅうかよくプレイするか。いや、これかな、時々プレイする。時々プレイするかな、俺は。あんまりそんなガチガチやってないから。これでいこう。正直にいこう。で、一応ね、なんかね、デトロイト、ビカマ・ヒューマンを作った会社。まあ時系列的にこっちの方が先に発売されてるから、まあデトロイトより前なんだけど、そうで、なんかサスペンスかな、サスペンスアドベンチャーだったかな、わかんねえけど そんな、なんかゴリゴリのアクションって感じでもないかなってことで、今回ねこの旧作をね 発売から何年とかいうレベルじゃないんだよな。プレ4で出てないからな。プレイステーション3なんだよな。お、いいじゃん。え、起床からやんの折れますか？起きたくないよ。あ、え、すご。え、すげえ。なんかデトロイト先にやったの間違いかな。なんか、ゆっくり操作すれば動作のスピードをコントロールできます。ああ、ゆっくりだねー。ゆっくりだねー。綺麗だ。ちゃんとプレ4にリメイクされてるから、綺麗だわ。R2 で前進。左スティックで方向転換。R2 で前進。おお。え、むず。お着替えは？お着替え。あ、こうか。あ、デトロイトでやった。デトロイトで予習済みだ。プレイ中に L に押すことでキャラクターの思考が開きます。何考えてんの？シャワ下に行く前にシャワーを浴びて着替えないと。ー。はあ。シャワーを浴びて着替えないと。下に行く前にシャワーに浴びて着替える。どういうこと？ シャワーお前この部屋にあんの？まさか。すげえな。いい部屋じゃん。だって広っ。こうやって見ると広いな、お前。お前んち。お前んち広いわ。腕大丈夫？あ、ごめんごめんごめん。いや、出ていい？お前が嫌ならいいけど、出ていい？俺外。なんか僕夏思い出すぞ。何？ああ、なるほど。これがあれか。景色見るモードね。あれ？黄昏てんじゃん。でも結構いいわ。結構綺麗だわ。シャワーどこ？シャワー。あ、いろんなとこで見れる。いろんなとこで見れんじゃん。ちょっと待ってみようか。なんか違うかな。ん？あ、ずっとここでも見れんじゃん。いいね。なんかないの？まあ、いいか。まあ、なんかあってもってとこだよな。結局アイテムとか拾えないしな。あ、違うか。じゃあシャワー浴びてっか。操作がむず、あいつまた閉めようか。蚊入っちゃうからね。蚊が入っちゃうから気をつけて。ちょ、喉の調子があんま良くねえわ。これかな？ん？何これ？買い物に行ってくる。お昼に子供たちを迎えに行ったら、うん。ジェイソンの誕生パーティーの準備をするわ。働きすぎないように。愛してるわ。なんか音声が思ったよりロボットだな。あ、ごめんごめんごめん。置いていい。G 綺麗だね。てか、G おしゃれだわ。おかん。カメラ？いや、いい、いい、お前の体はいいんだよ。カメラの変更ないの？カメラの角度変更。なんかある。こんにちは。ああ、いいね。かわいいじゃん。あ、てか、あ、やばい、車来てる、車来てる。大丈夫？ん？
カメラの移動はないんだ、特に。その、主観でいろんな角度を見るみたいな。いや、僕夏じゃん、こんなの。僕の夏休みじゃん。いいね。え、僕の夏休みじゃん、こんなの。やりたかった。僕夏じゃん。何すんの？時間と的確さが求められることでは、画面に表示されたボタンを素早く押してください。はい。丸。丸。あ、脳トレだ。丸。バツ。結構早くないこれ。コントローラーで操作に慣れてない人にしてはあんな早くない？結構。あ、ちゃちゃ、もういい。結構むずくねえか。だって、ジョのジョでしょ。ジョのジョでこれでしょ。結構むずくないか。これかな、子供たちの部屋かな。え、てかなんか、下に降りる前にシャワーって言ったけど、シャワーどこ？ん？これが俺の部屋かな？こっちか。あ、シャワーっぽい。あ、いっぱいある、いっぱいある。見てんね。やらしい顔してんね、あんた。惚れてんじゃん。自分に。どっちを先に歯磨く、お前どっちや？お前どっちやよ、お前。お前の好きなでさせてやるよ。どっちや、お前は。先に歯磨きたい。いや、行ってみようか。てか、思ったより静かだな。ほんと静かな朝の一日って感じだわ。俺の声しか響いてねえ。ん？え？ちょっと待って。ちょっと、俺、ちょっと、うるさくてごめん。うるさくてごめんね。うるさくてごめんね。いや、ちょ、や、いや、むず、その操作やめようぜ。ごめんごめん、俺、コードうるせえんだわ。あれ？ちょっとこれ積んだ。やべ。積んだかも。ちょっとコントローラー変えてきていいか？俺、この操作なしにしようや。ねえ、この操作なしにしよう。ね、ごめんけど、この操作無理なんだって。反応してないんだけど。明らかに。ねえ。この操作ちょっと反応してないわ。ヘビーレインさん。反応してないです、この操作。ちょっと待って。反応してないんだけど。ちょっとコントローラー変えてきていいかな。一応二つあんのよ。もう一回やってみようか。いや、デトロイトもあったんだよ、こういう。ま、全然反応してない操作。ちょっと待って。よし、わかったぞ。コツつかんだわ。これで。これだわ。ゆっくりやっちゃダメなんだ。ゆっくりやっちゃダメなんだな。なるほどな。そら、ゆっくりのさ、ゆっくりでもいいじゃん。別に歯磨いてんだからさ。厳しいわ。割と早く動かしたけどな。ちょ、もう歯磨くのに何分かかってんのよ。ん？ああ、そっか。これ、矢印か。このコントローラー上下がきっちりかも。まだ一応反応はしたから、素早く振れば、だからゲーム側が求めてるスピードじゃなかったんだ、俺多分今。俺的には結構ね、なんかちょうどいい速さで振ってたんだけど、ゲーム側が思ったより、そう、これをやってる最中にこのカメラを L1 で変えるということをね、俺は見つけました。あれ？思考できない？思考していいよ、お前。あれ？L1 でカメラを変えるということを覚えました。やっていこう。こっちか。顔の向きを変えることで、その時可動な行動が表示されます。左スティックを操作してシャワーの方に顔を向け、はい。あ、ちょっと。セクシー、いきなりセクシーシーン。ちょっと待ってよ。ちょっと。できれば女性が良かったけどな。できれば女性が良かったな。そんな、朝からこのおっさんの見せられてもね、さすがに、結構いい体してっけどさ、ちょっと違うんだよな。そういう趣味ないんだよな。あ、出た。いや、もうマスターしたからね。もう音もうるさくないから。これで。よし。いや、きつ。いや、きつ。椅子に座りながらやってるから難しいんだって。もうカタ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 いっちゃうわ。カタカタお前シャワーとかいいだろ。もうお前のせいで、お前のルーティーンでお前
まだゲーム楽しんでないんじゃ。L1 で切り替えられます。そんな変わんねえけどな。で、これで着替えるんかな？着替えて下に降りるんかな？何考えてる？洋服、昼。シャワーも浴びたし、着替えるとするか。ちょっとなんか、ロボットに聞こえちゃう。はい、着替え着替えよ。もうシャワー浴びるのに時間かかりすぎだから。ある、何がいい？ユースケなの選んで。俺が選んでもいいよ。選んだな、こいつ。いいよ。上着決めるよ、俺が。いいよ。ああ、まあ、お父さんって感じだな、ほんとに。休日のお父さんじゃん。いいね。ザ、ザだね。ザ。びっくりするくらいザ、休日のお父さんだな。昼、あ、昼起きなんだ。昼食おうぜ、とりあえず。もう昼だ。うん。もうすぐグレイスと子供たちが帰ってくるな。あ、そういうことね。ご飯作ってやっとこうぞ、これ。いいパパ、いいパパというところをね、見せてやろうや。いいパパなんだぞってことをね、やっぱここでアピールしないと。休みの日にご飯を作るということ。それがね、やっぱり結構、お父さんとしてのやっぱ、あるんじゃないですか、これ。あ、すごいな。ハッピーだな。部屋の作りハッピーだな、結構。ん？状況が変われば、キャラクターの思考も変わります。定期的にチェックしてみましょう。はい。あ、庭？何？外はいい天気だ。庭で気分転換でもしようかな。よ、行ってやろうか。シャワー浴びたからいいじゃん。気分転換したでしょ。気分転換をさらに転換することになるよ。実質気分悪くなっちゃうけど大丈夫？あれ？いやいやいや、もうちょっと。あ、庭じゃない、ここは。玄関だったか。ごめんね。庭じゃなかったか。庭どこ？庭。ハッピーバースデーじゃん、ジェイソン。ジェイソンかこれ。何ソン？ちょ、切ってもらっていいですか？ちょっと音楽関係厳しいんで、うち。すいません、ちょっと。すいません。あの、ちょっと、あの、直接的なこと言っちゃうと、YouTube 的にちょっと音楽関係はちょっとリスキーなんで、申し訳ないですけど、消してもらっていいですか？庭。あ、仕事場っぽいな。庭は？どうやって庭行くのこれ。どっから行くのこれ。あ、何これ。あ、建築家なの？マスカお前。へぇ。君、名前はってか。名前言ったっけ、お前。あ、結構綺麗、綺麗、綺麗。朝から見るもんじゃないだろう。まあまあ、本当に好きだったら、まあ、見れるか。あ、行こうぜ、庭。これが庭か。気分転換しようぜ、気分転換。わ、いいに、いい家住んでんな。あんた、いい家住んでんな。お、来た。めちゃくちゃいい家住んでんじゃん。軽蔑するわ、さすがにちょっと。おー、いいねー。気分転換してんねー。庭広。庭広いし、この木何この木。ねえ。説明してこの木。慌ただしいな。あ、あ、何で考えてる？木。あの木もだいぶ成長したな。うん。子供の頃家の脇にあった木にそっくりだ。どの木？今お前が片背を預けてる木か？どっちだ？なんかじゃあちょくちょく考えた方がいいんだな。でか。ちょくちょくじゃあ、こういう風になんか、あ、何何？ちょ。何そのは今度は。ああ、見た。ごめん。見た。世話しねえな。ごめんね、ちょっと、さすがに俺、あのさ、まあ、リアルだったら、まあ、もちろん10分、15分ぐらいさ、寝てもいいんだろうけど、さすがにゲームの都合ね、ちょっと、ここに10分とかかけられないからさ。うん、なるほど。遠いカメラが近いカメラなんだな、基本的には。あ、いけんじゃん。行こうぜ、滑り台。ちょっと、頑張れ。操作が繊細なんだよな。滑り台滑らないのか、お前。だからいい、まあ、何回も言うけど、いい庭だな、お前。
庭だけでワンチャン家できるぞ、これ多分。広さ的に。あ、なんかあるよ。何これ。剣ごっこした、剣ごっこ。いい剣だな。やっぱ男の子だからね、俺、この立派なね。この子だって、まあ、この子、この、名前なんて言うの、お前。帰ってきちゃったじゃん。庭ではしゃいでたら。ご飯作ろうぜ。おい、落ち着け、転んじゃうだろ。ね、いいね。ああ、いよいよ誕生日だな。あー、誕生日用の飾りか。10歳はまだちょっと大人には遠いかな。パパの車運転していい？いやー、それにはちょっと早すぎるよ。いいさ、わあ、めっちゃ上がってきた手伝っじゃてん。くれる？捕まらないあ、よ。ああ、クごリめん。スマスパーティー用か？まさか。四角。いや、これむずい。いやいや、もう、こっちはボタン押してんだよ。やめてくれよ、そういうの。お前らだけ楽しみやがって。おいおい。朝からずっとあの調子よ。スーパーでも大はしゃぎしちゃって。うん。大変だったな。そっちはどうだったの？仕事ははかどってる？やってね。やってね。ああ、いや、その手はつけたけどはかどらなくて。来月にはプレゼンだから いいスアイライデドアが着思こいつちかな、ないおんだよ前。な。スーいったん、スーって。やることだらけだわ。あ、動ける？ジェイソあ、ン動のけるっ友ぽい。達が来る前に終わるかしら。まちょっとお手あまあ。伝ってくれる？はい。リビングの食器棚からお皿取ってくれない？はい、わかりました。仕事していいですか？自分でも。いいっすよ。ああ、任せといて。まあ、仕事よりも大事なことあるからね。やっぱ家族サービス。どこっすか？お、食器棚どこっすか？すいません。自分あまり把握しなくて。すいません、食器棚。あ、剣で遊んだやがる、あいつら。ちょっと。ねえ、イーサ、お皿運んでくれちるょかちょちな？ょ、ごめん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 。どこにあああ、んごの？めん、リビングの食器棚だっけ？そうよ、一人でに動くわけじゃないリもビンの。グどこ？お前らが定義するリビングはどこ？ここですか？すいません、ちょっと、自分、ちょっと、手際が悪くて、すいません。どこ？見てない食器でも、俺。は？食器どこ？お母さん。お母さん、食器どこ？お母さん。これ、お母さん。食器どこ？お母さん。お母さん？あ、なんかあるよ。いや、遊ぶなよ、お前。遊んじゃダメだぞ。遊ぶなよ、お前。童心が。いやー、もう。若かりし頃の、童心に帰っちゃった。それ子供たちのじゃないとの？は、もう、お使い頼まれてっちょっから。と動くかどうか試しただけだよ。ごめん、ごめん、ごめん。そう、はいはい。よかった、優しくて。危ない、危ない。遊ぶなよって言ったじゃん、お前。これ食器っぽいけどな。どこリビング？あ、てかあれか。出てたな、今。あ、プレゼントの提示かと思ったけど、ここね。いや、空のスペース、いつも引っかかるのよ。思いっきり引いて。思い切り。てか、無駄母さんなのスペー車スだ多かいらね。な。気をつけて横のね。スペースなんか分使かってえるよ、よ。お前。お母さんを怒らせるようなことはしたくないからね。横のスペース使いたい派だ、使いたい派だわ、俺は。割とシンプルにしたいのかな？このご家庭は。いいね。ああ、いいね。やたら偏ってっけよな。机に対して席偏りすぎじゃない？もうちょっとなんか、ごめんね、あんまもうブーブー言っちゃって。幸せなご家庭なのに。なんかある、手伝うこと他にある？グレイス、仕事忘れちゃっグた。レイスはますます綺麗になっていくな。おー、いいね。この年でそれ言えるのでかいよ、お前。あ、ちょっとこれ。妻に出る。上マーク。あ、ちょっと。童心に帰るなよ、急に。ちょ、妻に出る上矢印、まさか。行かせてもらっていいですか？イーサ、今日はまだ行ってなかったな。
とっても素敵だよ、グレース。おい、できよ。お前だけ音量できそこそこ素敵よ、ミスター。お前、あ、ちょっといいんですか、自分が決めちゃって。あ、いや、押した押した押した、あっち行って、私忙しい。いやいや、押したって今、ごめんって。お母さん、お母さん、お母さん、もう一回、もう一回行かせて。もう頭の中こんがらがってるわ、頭の中がこれを機に頭の中がこんがらがってる。ジェイソン嬉しそうだな。ええ、もう10歳なんて信じられないわね。付き合ってた頃がまるで昨日のことのようなのに、年取った証拠ね。いや、年取るのは辛いな、母さん。全部順番に聞けそうだな。ジェイソンのプレゼントは？ええ、今朝お店で買ってきたわ。おお。ラッキーだった、最後の1個だったから。何欲しがってんの、ジェイソン。友達。友達は何時に来るんだ？あ、友達も来るんだ。確か2時頃よ。あまり大騒ぎしなければいい。結構早くないか、2時って。まさか深夜2時？まさか。手伝おうか。うん、一人で大丈夫よ。いいんですか、本当に。仕事行っちゃうよ、俺。じゃあ仕事やっちゃうか。子供たちと遊ぶ。まあ、大事だけどね。一旦仕事見ようや、一旦ね。さすがにちょっと我に帰ろう。さすがに良くない、ちゃんと仕事しないと。進捗状況によってはね、やっぱ進捗状況を見ないと、やっぱり。こっちだったかな。まあ、これ仕事場来てなかったからね。お、いいじゃん。あ、あ、あ、取って、描く。え、え、なんかできんのか、これ。お前まさか。めちゃくちゃはかどってんじゃん。嘘つくなよ、お前。俺に嘘つきやがって。え、水平線ん、危な。結構むずくない、これ操作。タイムリミットわりかし短いぞ。天才じゃん。あ、天才じゃん。仕事がはかどらないって。あ、書き出しちゃおうかな、ちょっと。もうちょっと俺もまだいけると思うよ。お前ならまだいけると思う。結構時間かかってない？でもこれ結構時間かかってると思うんだけど。いや、むず。いや、もう指の限界がある。よし、来るぞ。また来るぞ。 L1バツか。よし、ちょっとやっぱ基本的にはやっぱ近いボタン選ばれるんだな。助かったわ。まだ行っちゃうかな。え、消すのか。ああ、なるほどね。綺麗にすると。これさ、どこまで仕事していいの。え、これ終わらせないといけないの、仕事。結構溜まってた感じ、仕事。まさかこれ。まあまあ、やるとこまでやっちゃおうぜ。あ、いいじゃん。綺麗。まだいけんの。いや、頼むよ。頼むね。いや、きつ。いや、きついきついきつい。いや、きついって。ちょっとした Wii スポーツ。ちょっとしたスポーツゲームやって。ちょ。ああ、お前その風景塗る作業にさ、ちょっとカロリー使わせんといてくれや。ふぅ。おお、すげえ。え、めっちゃ絵うまいね、君。急に影が。はい。あ、サインね。仕事も順調に進んでる。月曜日には仕上がりそうだな。いや、さすがっすわ。やっぱ有能だわ。全然、だってこれをだってさ、数分でしょ、これ多分。なんかもう時間の進み方的にさ。じゃあ遊ぼうか。子供たち遊ぼう、子供たち。
僕もジェイソンしか名前知らないわ。何何ソン？もう一人は何ソン？よし、これでパパも自由だぞ。ねえ、5分だけよ、いい？はい。ご飯食べないと友達が来ちゃうわよ。5は分。い、わかったよ、ママ。5分。どっちからだ？僕だよ、僕だよ。僕だよ。落ち着いて順番だ。5分ってむずくない？ちょっとどっち行こうかな。僕だよ、おう。僕だよ。主張しろ、お前ら。さあ。ヘリコプターがいい。次、僕の番だよ、僕の番。お前な、オッケー、オッケー。具体的な案をね、提示したからな、お前こいつはヘは。リコプターだ。なにこれ。行くぞ、ヘリコプター。むずっ。これね、綺麗に回らないかも。綺麗に回らないかもしれない。ごめんね。いや、楽しい。この時間が一番楽しいね。ああ、大丈夫？時間ないからね。次僕の番だよ。ナンス、お前はナンス、何がいい？飛行機か。います。あ、肩車ね。よーし、ショーン、行くぞ。ショーンとジェイソンね。行くぞ。ブーン。ブーン。ブーン。楽しいか？ブーン。こんなゴンドラ傾けたことないぞ、今まで俺。これレースゲームやったことないからな。どうだ、楽しいか？どうか？楽しいか？お前もいいさんだっけ、お前。お前もなんか喋れよ。無言でやだ、無言で。おい、いいぞ。よし、捕まって。お前ら50キロとかないよな、大丈夫だよな。行くぞ。いや、きつ、いや、きつ。あ、結構力持ちだね、パパ。すごっ。その高さまで上げれるのはすごいわ。拍手って大人だな、お前ら。あ、やるってのか、てめえ、おい。やるってのか、てめえ、おい。悪の手先め。はあ、諦めるんだな。命乞いするがいい。おいおいおい、甘えぞ、サイドが。はや、観念しろ、私の勝ち。もうちゃんと勝つべきか。危ない。おい、俺は厳しいとこ見てるぞ、お前。甘えんじゃねえぞ、お前。優しさ見せねえからな、俺は。あ、負けた、やばい。やるな。いや、結構早いってか、時間が。タイムリミットが。とどめさすぞ、お前、おい。後悔すんな、後で。おい。ああ、主人公負けちゃった。その辺にして、ご飯が。これ5分か。充実した5分だな。いいね。充実した5分過ごしたな。あ、ごめんごめん。今の動き方おもろいな。ショーン、お昼よ。あ、ショーン、呼んでくるよ。ショーン、どこ行った？さっきまで、この短時間でどこ行った、お前。逆に。どこどこどこ、ショーン？ショーンはどこだろう。家の中にいるはずだけど。部屋じゃないの、なんか。どんぐりとか拾、どんぐり拾ってきたんじゃないの。まあ、どうせ部屋だろう、お前。スマホいじんじゃないぞ、お前、てめえ、おい。飯だぞ。あ、いるいるいるじゃん。ショーン。めっちゃ悲しんでる。どうした？マーリンが。え？死んじゃった。僕のせいで死んじゃったんだ。何があった？違うよ、ショーン。お前のせいじゃないよ。この…僕、マーリンが戻ってくるなら何でもするよ。なあ、ショーン。世の中には避けられないことがあるんだ。自分が望んでなくてもね。急に思う。そんなの変だよ。何どうした、どうした？そうだね。おかしいね。この1、2分しか経ってないぞ、お前、おい。なんでこの短時間でお前は2階登って鳥を殺したんだ、お前、おい。すごくないか？どういうこと？
そっちに聞い取られちゃってさ、悲しいの分かんだけどさ、ごめんね、ちょっと、マジレスしちゃうわ、ごめんね。子供ってのはね、開き直るんだろうな、こうやってね。幸せかもしんね、幸せな生き物かもしんねえわ。お、ピエロリいるじゃん。音楽怖くない？大丈夫大丈夫。大丈夫か？おとなしくしてるよな、ジェイソン。さあ、行くわよ。なんか音楽怖いわ。これ終わったらにしようかな。あのおばさん怪しいな。あのおばさん。次自分が動けるようになったらやめるわ。ジェイソン？ジェイソン？ジェイソン？ジェイソン！おい、見とけよ、ちゃんと、お前、おい。ジェイソン！お前が悪いからな、これは、さすがに。ジェイソン！あれ、ジェイソン？いや、あれ、ジェイソン。ジェイソン！あれ、ジェイソンか？走れよ。ジェイソン！ちょっと、ジェイソン？君はジェイソン？ジェイソン！全然聞こえてないじゃん。ジェイソン？ジェイソン！あ、ピエロのとこ行くの、お前。ん？これジェイソン？どうした？ジェイソン、一人で歩き回っちゃダメだぞ。こんなにたくさん人がいるんだ。ねえパパ、風船買って。どうしても欲しいんだ。ジェイソン。ねえパパ、いいでしょ？いいよ、しょうがないな。あんな唐突に一人で行くことある？子供が？いや、坊や。お名前は？ジェイソン。どの風船がいいかな、ジェイソン。よ、ビビんねえな、これ見て。結構怖えぞ。2ドルになります。ジェイソン、待って、待ちなさい、はぐれちゃうぞ。ジェイソン、出すの遅え、2ドルを。おい、こっちないんかい、お金。どこにある、パパ、釣りはいらないよ。ちょっと、もうこの人混みじゃ一足合わせるのも一苦労だわ。ごめん、ジェイソンが。ジェイソン、ついさっきまでいたんだけど、風船を買って振り向いたらいなくなった。怖いぞ。いなくなった、それどういうことよ。おお、ふおん、探してくるよ、すぐ戻る。ジェイソン、ここで切るのなんかもう切り悪いけど、時間投げんだよな。無駄にあそこ時間使っちゃったわ。歯磨きパート。ジェイソン、お前さ、店入れんの？ジェイソン、入れる？入れないね。え、はい、あ、あ、うん？ジェイソン、あ、すんジェイソン、どこ行った、ジェイソン、あ、ちょっと待って、なんか今出たぞ。あ、いたジェイソン。早く、リバースの下に行かないと人混みで入手だぞ。あ、オッケー、待てよ、待ってね。ジェイソン、エレベーター使う、お前、エスカレーターあったよね、ここね。はいはい、すいません。ジェイソン、すいません。ジェイソン全然聞こえてないじゃん。ジェイソン、人多すぎん。ジェイソン、どんだけ人気なの。ジェイソン、気をつけろじゃなくて、お前が前見ろよ、バカ。おい、ジェイソン、あ、てか風船、おい、いるじゃん、ジェイソン。ジェイソン、なんか今、待ってね。あー、ジェイソン、赤い風船追いかけると。おい、大丈夫か。ジェ
ジェイソン、まったく心配したじゃん。誰ソン？誰ソンよ。ああ、ジェイソン。あれはジェイソンだわ。いや、人を人多すぎやバカ。こんな多くねえショッピングセンター、人多すぎんだろ。こんな多くねえわ。危ない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 、ジェイソン危ない危ない危ないって。ガソル、来んな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 、絶対来んなよお前、来んな来んな来んなって、おいおい来んな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 、おいおい、守れなかったの今。いやマジレス中、あいつはマジレス中が今明らかに、でもパパの方が衝撃やばいと思うんだけど、パパが吸収したんじゃないか、むしろパパがね、なんかすごい重症なの分かんだけど、ジェイソン持ってかれた？いやー急ぎすぎたな。いやー難しいか、止まれっつっても効かないかな。でもそう、誕生日やったじゃんジェイソン。おい、よりにもやって、しかもなんだろうね、急になんかこう工業団地に来たよな急に。もうちょっと時間投げてか、誰誰、怖っ、怖い怖い怖い、何これ何これ何これ、あまさかもう一人の主人公、まさかてか急に画質悪いんだけど気のせい、急に画質悪いんだけど、なんか。ちょっと、切り悪いからやっちゃった。どっかで半分に切るかもしんねえ。いや、半分に切るか、じゃ、どっかで切るわ、どっかで。ショッピングセンター編ぐらいで切るわ。いや、だとしたら短えか。食卓囲む前ぐらい、囲む前ぐらい。それぐらいかな。だったらちょうど時間いい感じなんかな。さすがにごめん、長くなっちゃってるから。ツールマネージャー、ああ紹介か、スクリプティングマネージャー。でも本当なんか不穏だな急に。全然ねえ、さっきまでの街の景色と違うというかさ、なんか暗い工業団地に来たよな急に。雨が降ってる。ヘビーレインということですか、まさか。あ、見えんね。おいおいおい、生活が、どうした、どうした。じゃあ、しょう。やあ、パパ。おい、亀裂が、お、一旦切るわ、ごめんじゃあ、あざした。